人に対してはどうに、なんとも思わへんねん。馬に対して誠実じゃない人間をこのサークル内で見るすごい嫌やねんな。馬のおかげでこう生活できてる、うん、そうですね、生活っていうかさ、まあ、いろんなものを与えてくれるやん、うん、だそれをさ、やっぱり馬はさ自分で選んでないわけだよ。間違いないですね、この世界に。はい、その馬に対してお前って自分の感情をぶつけんのかっていう。あと適当に乗るやつとか、うんうん、柱馬かもしれんけど、まあ、一生懸命走ってんのに適当乗んなよって、もうめちゃめちゃイラつくんやつ。そこぐらいイラつくの、人生で。